はい、どうも皆さん、こんにちは。藤尾です。トゥーザムーン、実況プレイ、パート6かな。続けていきたいと思います。前回、半分以上ね、もう遡ってきたんですよね。はい、結構若かりしの、だいぶ若いですね、もう。はい。ここがもう少年だもんね。ってことはもう、成人した後かな。二十歳、三十ぐらいの間かな。というわけで、やっていきたいと思います。さあさあ。あ、こいつ引かれちゃってんだよな。かわいそうに。あれ？こっち行けない。暗黒世界になってしまっている。じゃあこっちかな。右から上に行く感じかな、今回は。うえぇー！おぉ、すげえ！いやー、ちょっと一瞬、身構えちゃったわ。余計落として。そっか。この青い馬なんだ。うわーおちょっと、やめといてよ。止めといてよ。止めといてよ。止めといてよか。何を？あ、やめといてよか。乗ろうとしてるでしょ。乗っちゃダメなの？あんた幼稚園児？いやー、俺も幼稚園児かな、じゃあ。絶対乗りたくなるって、これは。オッケー、乗らない。いいの？あ、乗ってるし。ヒーハーいや、ブラマヨかって。小杉さんかよ。ニール、時間がないのよ。しまったー、あの、バカ。おーい、なんとかしてくれい。何突っ立ってんだよ、助けてくれい。バカの世話は契約外なんだけどな。ノート、ニールバッツを手に入れた。ほうほう。いやーでも馬ね、やっぱ乗りたいって思いませんか？多分男性諸君は。ニールワッツ、馬好きのバカだって、解説。面白い。これレバーが回転かな。さあさあ、こっちに行ったか。いやなんだろうね。男は乗り物に惹かれるよね。車もそうだしさ。やっぱり馬とかにも多分興味出てくると思うんだよな。ちょっと大きくなるとさ。ちっちゃい頃から。お！あれこれリバーじゃない？リバーとジョニーだ。で、馬がもう一体。もう一体いますね。あ！元気玉じゃなくて、ドラゴンボール。それ本当に大丈夫かな？と思うけど。彼女はもう乗ったことあるでしょ？誰だろう？透明な人。けど前は彼女一人じゃなかったし。大丈夫よ。子供じゃないんだから。ああ、もう、怖がらせないでよ。やっぱ今のちょっと、子供じゃないんだからっていうセリフにちょっと、来ちゃいましたね。リバー！どうしたの？一緒に来いよ。お、すごいね。ちゃんと乗りこなせてる。リバージョニーも、お、すごい飛んだし、しかも。なかなかすごいんじゃない？で、ニールは？馬から降りられたのかしら？確かに。忘れてたわ。いやー、やだー暴れ馬になってしまっている。この事態は僕の能力の 19% を言っている本当にバカね。だね。もう突っ込むのも疲れただろうな、エヴァはな。逆に尊敬するわ。お、おお、すごい。エヴァも乗れるのこれ。林で誘導。ほうほうほう、すごい。お、速い、すげえ。このゲームそういう要素もあるの。すごいな。あ、いたいた、ニール。この、青いやつがニールかな。これ追っかけたらいいの？おい。これ結構捕まえるの難しいぞ。こっちもいた？馬。車か。ごめん。車と間違えちゃったわ。色が似てたもんでね。つい間違えてしまった。あ、いたいた。あ、すり抜ける。BGM すごい陽気になったな。いいね。疾走感半端ない。うわー、ニール大丈夫か？ニール。あ、どこ行った？あ、勝手に取れたね。
あ、いた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 。ちょ、待って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 。俺を置き去りにしないでくれ。お前一人だけ楽しそうだな。へぇー。こんなことしてたんだね、ジョニーとか。あ、吹っ飛んだ。ない。触ればよかったのか。ため息ついてるよ、エヴァ。あ、これはどっちに行けば。ニール無事か？まあ、怪我はしないんだろうけどよ。左の方行ったらいいのかな？右は何もないな。こっちの方かな？すごい気持ちいいんだけど。まさかこのゲームでこんな爽快に運転することになるとは、馬を。操縦することになるとは。こっちも何もないな。どうしたらいいんだろう。あ、色付きの馬がいたな。あ、リバー。待て、リバー。早いな、リバー。おい。リバー早いぞ。すごいじゃん、リバー。いたいたいた。待てー。待て待て待て。お、取れた取れた。2個取れた。これで全部揃ったかな。降りらんないな、馬から。あ、喋れた。ほら、メメントはこれだよ。あー、もう馬には乗りたくない。早くメモリーリンクを探してきてくれ。最初と態度が全然違う。リンク揃ったよね。5個。じゃあもう行っちゃっていいのか。1、2、3、4、5。 OK。 あー、この BGM ずっと聞いていたいで、いたいけどさ、まあ行きましょう。多分やることもないと思うし、なんか久々に、うわ、なんかね、陽気なパートだったな。今までずっとシリアスだったから、これはどうしたもんかな。横横縦、あ、待って、こっちもあんのか。4回でいけちゃう？マジか。1、2、3。あー、わからない。これを、斜めはひとまず置いとくか。待ってね。わかった気がしたんだけど、わかってなかった。どうしよう。ここをやると。とりあえずやっちゃうか。1、2。あー、なるほど。オッケー、わかったわかった。3。で、斜めか。やった！また最初って数だ。見てください、このパート1からの成長度合い。すごくないですか、俺。よし。これなんだ？バッグか。なんかポーチみたいな感じかな。はじめ貝殻かと思ったんだけど。さすがに、こうやって見ると違うね。取っ手があるね、ちゃんと。誤信ということはないんでしょうか。リー医師、結果に関して間違いありません。あー、このリバーの症状を確かめに病院に行ったのかな。後半性発達障害は診断に遅れるケースが多いのです。発達障害か、やっぱり。もっと早くに分かっていれば多くの問題を抱えずに済んだのかもしれません。これに関する本はありますか？トニー・アットウッドの著作があります。彼は後半性発達障害のスペシャリストです。お貸ししますよ。いつでもいいから返してくだされば構わない。ありがとうございました。あ、リバーポニーテールだ。あなた方はご夫婦ですか？結婚はしていません。そうですか。さっきもポニーテールだったっけ、そういえば。必要であれば、専門のカウンセラーを紹介しますよ。
何か関係に問題でも。何も。あなたは？多分ジョニーの方が、そう感じてんじゃないかな。大丈夫です。あなたもその本を読んだ方がいい。彼女のことを理解する手助けになるでしょう。いや、やめておきます。どうして？読むべきだと思いますがね。なんで読まないんだろうね。なんかちょっとでも理解できればと思わないのかな。ところで乗馬療法というものがあります。彼女の助けになるでしょう。あ、それでさっき馬乗ってたのか。そういうことか。ここから北に行ったところに農場があります。私から連絡しておきましょう。いや、なんか普通に楽しんでるだけかと思ってたけど、両方か。そういうことかよ。なんか悲しくなってくるな、マジで。まずいまずいまずい。さあさあ、すみません、時計を止めてもらえますか。秒針の音が彼女に良くない。それほど気にならないわ。私なら大丈夫。わかりました。時計を止めましょう。他にも気になることがあれば遠慮なく言ってください。お、ジャンプした。マリオバリのジャンプだな。ありがとう。なるほど。これで一つあの家の謎が解けたわね。ノート、秒針の音を手に入れた。そうね、ジョニーの家に音が鳴らない時計があったんですよね。なぜか音がしなかった。それがこういう理由だったんですね。なるほど。はい。そういえばなんか、これも調べられる。あ、時計に乗れる。時計乗れるですね。時計調べられる。あ、メメントか。マウスじゃないとダメか。もうちょっとかかりそうだな。すぐだと思うけど。なんだろうね。リバは自分のことを普通な人間と見てもらいたかったのかな。ジョニーにさ。のと、トニー・アットウッドを手に入れた。トニー・アットウッドって先生なのかな。そういう、なんか、精神科系みたいな、そういう発達障害の先生なのかな。広汎性発達障害の権威。先生、リー先生。あ、喋れない。あと2個あるはずなんですけど。ちゃんと病院行ってたんだな。でももうちょい早ければね、また変わってきただろうに。イザベルはね、イジーは結構早めに見つけられたから、結構まともなっていうか、リバーよりはひどくない状態になれたんだもんね。あ、カバノハシ。全然気づかなかった。このひどいぬいぐるみずっとあるな。誰かが大事に世話したみたいね。彼女、相当趣味悪いな。確かに、ずっと持ち歩いてんのかな、やっぱり。ねえ、死ぬ間際って言っちゃあれだけどさ、病気で寝てた時もさ、ベッドの隣にあったし、ねえ、いつでもどこでも、なんか釜の橋が隣にいたような気がする。こっち行ける？行けないか。あと一個ね、あるはずなんだけど。ん？これかな？あ、シンプルな薄いオレンジのハンドバッグだ。揃った。ハンドバッグか。なんか結構、リュックとさ、バッグ、被ってるような気がする。心電図は相変わらず穏やかですね。そういえば。今まで気にしてなかったけど。
ボロボロのリュックってやつが確かあった気がするんだけど。ここにはないか。うん。ジョニーのものがリュックで、ハンドバッグがリバーのものなのかな。さあ、行きましょう。今回もちゃちゃっていけたらいいなぁ。4回か。これはどうしたものか。あ、来たか。あ、やった。オッケー、4回でできた、ちょうど。バッチシン。時計か、今回はね。じゃあ早速、起動。やっぱ4回、つかちょうどで解けると気持ちいいな。気分がいい。ん？これ映画館か？あ、あそこ。おっと、金を払ってまで、こんな仕打ちを受けたいのか？バカ言ってないで早くしましょう。だってさ、一人ぼっちで映画館にいるんだぜ。ありゃ負け犬だな。あんたもいつも一人で行ってるでしょ？僕の場合は、僕の好みに誰もついてこれないだけ。超ヘリクツじゃん。ああ、こんなクソ映画、誰が最後まで見るんだろうね。そういう俺もね、劇場版名探偵コナンを一人で見に行っちゃったんだよな。いや、俺の考えについてこれないだけって、周りに言ってやろう、後で。飽きちゃったんかな？この映画は心身ともに悪影響しか及ばさないようだね。行くわよ。え、あー、うん。ほうほう。さあ、というわけでね、まあ、キリがいいので、今回この辺で、一旦切ろうかな。というわけで、いやー、結構戻ったな。これもう少年だもんね、だってね。10代ぐらいかな、多分。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。だいぶ進んできたな。というわけで、お疲れ様でした。次回もよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。